ミラージュ2000に搭載された M53、M53 は、スネクマが戦闘機脱走ミラージュ2000のために開発したターボファンエンジンである、最新機種のミラージュ2000から5や、マルチロールファイターのミラージュ2000から9といった世界、8カ国の空軍で運用されているミラージュ2000シリーズの動力源である、全身の動車性、アター 9C と 9K によく似ており、一軸のシャフトで、 ファンと高圧圧縮機を駆動させる基本構造は同じだが、それ以外の点では新しく設計されている。同世代の戦闘機に搭載されたターボファンエンジンは二軸式も採用されており、最初の試作品が生産された1970年代の当時としても一軸式は旧型となりつつあった。二軸式は一軸式よりも維持管理の手間が多いが、 モジュラー構成を変更した際にサブアセンブリーあるいはモジュールの測定を必要としないなど非常にメンテナンスを簡素化できるというメリットがあり部品交換や点検など作業に関するコスト削減が期待できたためである本エンジンの圧縮機の制御の角度は可変式ではなく動く部品がないなど全般において単純な構造を採用しているそのためパイロットにとって 扱いやすいエンジンであり、この特性は戦闘時に重要である。1970年2月から最初の試作機が20機製造され、同年8月に二次生産が行われた。10月の試験の結果、M53 は最大の水力を達成した。また、1971年9月にはアフターバーナー使用時にを達成し、1973年7月には、 M53 を手動カラベルに喧嘩して飛行試験が行われた。1974年12月にはミラージュ海1に搭載されて高速試験が行われている M53 の最初の派生系であるミラージュ海1、ミラージュ4000とミラージュ2000の試作機に搭載された。1980年から1985年に生産された M53 の改良型。 M53P2 当初は M53 から7と呼ばれていた。より強力なエンジンを求める要望に応じて1980年に開発が開始された。1984年からミラージュ 2000N 用に生産が始められた。生産は2005年に終了したが、このエンジンのアフターサービスは2030年まで続けられる予定である。アフターバーナージの水力を98.06。 KN まで高めた M53P2 の改良型だが出荷されなかった TCO を抑えることを主眼に置いて開発された改良型であえてタービン入り口温度を下げることで効率では妥協しながらも部品ごとの負担を抑え寿命を延長することを目的としている。後に基本性能向上のため水力を8から10%増加させると同時に エンジンを軽量化するという要望が加えられた。この派生型は2002年に開発が決定され、2003年から開発が開始されたが、途中で方針が転換され実際には計画は進まなかった。そのため、ファデック等を含む1、4の部品を、ラファール搭載の新型エンジン M88 をもとに、ものに置き換えられたものとなった。 この派生型は現在8カ国の空軍で使用されている。M53 は12のモジュールで構成される。3段式で軸流式である。圧縮後の空気の温度は100摂氏150度で圧力は3バーである。空気流量の74%がバイパスされ26%が高圧部に送られる。5段式で制御の角度は変えられない。4度から5度間隔で。 干渉装置とともに配置されている。高圧部はチタン合金製で空気の温度は摂氏300度に達する。アンニュラー型を採用。プラットホイットニー社製に似ている。煙を出さないように配慮されている。耐熱合金でできており、空気と燃料で冷却される。燃焼温度は摂氏2000度に達し、タービンには摂氏1260度で送られる。 二段軸流式で翼から空気を流して冷却している耐熱性の合金でできている燃焼ガスはタービンを通過することにより圧力は9から3バー温度は摂取1260度から850摂取900度に下がる耐熱性の三段の感情になっている装置から燃料が噴射される燃料噴射管は空気で冷却されるガスの温度は 約摂取850度から摂取1600度まで上昇する圧縮機の下にギアボックスがあり駆動される電子制御装置によって制御されている M53 は9カ国の空軍のミラージュ2000で使用され1999年1月にスネクマは675機の M53 を出荷を達成した 2002年7月には、ブラジル向けの M53P2 の受注を逃したが、2007年4月644機111万時間、運用達成した。ありがとうございます。